お元気ですか？ボクシミでございます。今回はプロ野球カード総集編第5回目でございます。第5回目は、限定カードでございます。ノーマルカードに、一工夫した、限定カードでございます。私はそれを6冊持っておりますので、3冊ずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の一袋目でございます。ちょっとね、カメラが映っていますけどね、ビデオカメラが映っておりますけどね、その辺はご了承ください。まずはファイターズのカードでございます。私ね、自身はファイターズファンなので、結構ね、集めております。懐かしい、ユニフォームや、今はね、引退されている選手や、他球団にいらっしゃる選手も含まれております。ここまでね、私も結構、集めてきたなって思ったりはしています。で、これがね、チアリーダーのチェキでございます。チェキっていうのはね、写真でございます。ダルビッシュのね、白サインがございます。これ本物のサインだったらね、結構ね、値打ちがね、ありますけどね。で、エスペランタカードね、ファイターズで初めて手に入りました。で、こっからがホークス編でございます。南海ホークスも含まれております。あ、もう一つね。福岡ダイエーホークスも含まれております。はい、1冊目が終わりました。次、2冊目でございます。
それでは2冊目いきたいと思います。2冊目はね、西武ライオンズでございます。埼玉西武ライオンズなんですが、西武ライオンズ編もございます。つまりね、懐かしい、ユニフォームがね、違うのもございます。こういったね、プラスチックでできたカードもございます。で、こっからがね、千葉ロッテ、マリーンズ編に関わります。千葉ロッテ、オリオンズもね、含まれております。これね、運よくね、2つ手に入りました。こういったね、ちょっとわかりますでしょうかね。こういったね、ちょっと 3G のタイプのね、カードもございます。途中からなんですけどね、オリックスバファローズ編もオリックスバファローズ編に変わります。近鉄バファローズ、阪急ブレーブス、オリックスブルーウェーブも含まれております。はい、2冊目が終わりました。次、前編最後の3冊目いきたいと思います。
前編最後の3冊目でございます。オリックスバファローズの鈴木でございます。こういったようにね、白菜カードはね、いろんなね色のバリエーションが含まれております。でこちらからね、楽天イーグルスでございます。まあ楽天イーグルスはね、まあ、あの12球団の中では一番新しい球団でございます。楽天もね結構ね一時はね結構集めてたんですけどね、何かをきっかけにね、急にね集めることがねあんまりね、しなくなりましたね。でもね、BBM さんとかそういうのはね、今でもね、集めております。で、こっからね、読売ジャイアンツに変わります。これはなんかのね、カードの時にね、限定でね、なんか出たと思います。ちなみにですね、読売ジャイアンツの方はね、確かね、契約上の関係があってね、直筆サインカードはね、ないんですよ。ただし、OB の選手はあるんですよね、これね。で、こちらもね、読売ジャイアンツのね、チアリーダーでございます。チェキでございます。なぜかね、岡本選手のこういった限定カードがね、なぜかね、多くね、手にね、入るんですよね。これもやっぱりね、運だと思います。で、こっからがね、阪神タイガースに変わります。もちろん阪神タイガースにもね、OB の選手も含まれております。以上で、プロ野球カード総集編第5回目、限定カードで ございます。前編の、3冊終わりたいと思います。で、後日後編の3冊もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。